携帯代とか食費とか友達と遊ぶお金とかスキンケア代とかさ、洋服代、メイク代、全部全部1ヶ月いつもいくら使ってる？家賃抜き、家賃とか光熱費抜きで。30万。私今年ちょっと意識してて、あの20万にしてる。頑張って20万になってる。どうかな。先月が18万5000円で、今月が19万8000円。さっき見たんだけど自分の決済。それってすごい方かな。頑張ってる？そう。いやー、なんかさ、びっくりしちゃって、その確定申告してた時に自分の使った額とかをさ見るじゃん。こんな使ってるんだって思ってちょっと意識してる。本当にあの50万とか使ってた。あね、なんかしかも4月からまた光熱費高くなるらしいよ。そう、意識大事だった。マジで吐き気した、確定申告した時にさ。で、使いすぎだけど、まあでもほとんど配信で使ってたけどね。タクシー代とかよく出かけてたし、10万の人ってすごくない？どうやって生きてんだろう。ちょっと知りたいけど秘訣。そう、また4月からね高くなるらしいよ。あー、私ね絶対金銭感覚はね狂わないの。あのどんなに稼いでも絶対に狂わない。質素な、質素かもしんない。配信者でさ、あの20万ってじゃあいい方なのかな。結局外に出なければ使わないよね。関係なくない？だってほらスキンケアとかさ、そういうのももう本当に安く買ったなって思う。うん、あ、そうだね、高いの買わないかも。うん、自分の家賃自分で払ってるよ。ね、なんでその話になったのかも知らない。やだね、だから光熱費とかさ、だから自分が使ってる額が20万でも家賃とか光熱費考えたらやばいね。でもこれでも努力してる。めちゃくちゃすごい意識して意識してやっとやっぱ20万だね。くるちゃんの50万は、いやでもまあわかるけどね、本当に気づいたら なくなっちゃう。意識しないと。前は最低いくら必要なの？だからさ、最低だから、その最低でも今頑張って20万だよ、うん、自分のすべて携帯代含めて、で家賃考えたらねえ、扱ってる方を光熱費とか家賃抜いて20だったら、そう、違う、家賃とか光熱費抜きで別件で20万使ってる。うるさい。そう、あ、使いすぎなの？使ってるの？だって
ってみんな 10から15でしょ。うん、あ、そう、なんか予算なんか変えてるらしいよ、前の枠コメントしてるんだって、自分の名前を、うん、8万。え、それ携帯で入れてる、ね、で美容院とか行くんだよ、ネイルもするでしょ、で美容代とかさ、洋服代とか、あとはほらお茶会とかあるでしょ、ママ友とかの付き合いとか、友達とのお付き合いあるでしょ。私そのやっぱ友達とのお付き合いでやっぱ使うよね。だって言えなくない、友達とかにさ、これ食べたい、ここ行こうよ、女子会でとか言って、え、ここ高いからさ、もっと安いとこ行こうよとか言えなくない、言えなくない、うん、言える、友達とかに言えないよね。だから何気その友達と遊んでる時に結構使っちゃうかな、なんか高めのランチとか、うん、私言えないから。そう、でもほら女の子ってそういうのに使うの好きだから、なんかお金持ちとかじゃなくて多分そういうのに使ってんだと思う、うん、言えないよね。でも付き合いも大事だもんね、うん、え、でも別に気を使ってるわけじゃないんだよ。だって楽しいし、なんか、あ、こういう、しかもさ、普段行かないじゃん、そういうところって。なんか、あ、こういうところもあるんだっていう、なんか社交場でもあるじゃん。だから別に、なんか、気を使ってるわけじゃないし、で絶対必要、大切なんで、そういう付き合いも。ほら。うん、私は犬と2人で23万ぐらい。そうだよね。あ、ねえ、そうだよ、みんな、私ペット2匹いるんだよ。子供2匹いて別件で20万だよね。ドッグフードとかバカになんないかも。そうだ、私家族がいるんだよ、一人じゃないからね。友達とアフタヌーンティーとか行くとそれなりにね、世間の人の収入は分かんないです。友達がお金ないと思って勝手にレベル下げてくれる、優しいね。そうそう、私の周りだからさ、水商売系だから、友達が そういうのもあんのかもね。お金があるから、みんなお金ない友達がいないんだよね。そう、キャバ友とか、あとはキャバ上がりで結婚したけどなんか旦那がお金持ちとか、友達とストーブに行ったらお金ないからって、その子何も注文しなくて お水もらってなのにベンツ乗ってる。え？お水？え、恥ずかしい、それ。え、なんかそういうカフェとか行ってお水だけ？え、なんかそれこそさ、気使っちゃうね。なんか気使わせてるね、そういう子って。ベンツなのにお水飲むの？なんかもうさ、誘いづらくない、うん、恥ずかしいよね。え、じゃあさ、だってさ、コーヒーなんてさ、まあショートでさ350円ぐらいじゃん。それも払わないって
とか松屋とか、うん、あ、今夜初コミありがとう、ありがとう、延長してほしい。金持ちが買うなら別だけど、車に身を張ると車貧乏になるよね。え、てかちょっとその人は変わってんだよ。だって350円ぐらいを使わない友達の付き合いで、その子自体が変なんだよ。絶対お金あるもんだって。私歯の矯正中でマウスピースつけてるから水頼む派。え、そう、でもじゃあそうじゃなくて何も頼まないっていうのがってこと。例えばじゃあなんか食べ物とかさ、じゃないとなんか気まずいよね。じゃあ仮にその食べれないし水しか飲めないってなったらさ、なんかほら いけないよ、気を使っちゃって。延長します。あ、でも本当に綺麗な人ってお水が好きってやるよね。でもさ、どうしたのあたちゃん。でもさ、美味しかったって、どのタイミング、どの流れ、すき焼き美味しかったよ。あ、でも私もお水好きだけど、そうじゃなくて何にも頼まないっていうのがなんか、そう、で私もお水好きなの、好きだけど、まあ、カフェとか行ったら、カフェとか行ったら、まあ、コーヒーとかで、コーヒーと別でお水頼むって感じ。うん、まあでもあれだよね、私はまだママになったことないからわかんないんだけど、ママ友って大変そうだなって。やっぱ、ママになったらもっとさ、お金とかをさ、気を使わないといけなくなるじゃん。で、人によってその収入違うじゃん、ママの。でもやっぱ仲良くしないと、付き合わないといけないから、ママ会とかってさ、ママになった時のそういう会ってなんか大変そう。部長山田さんにアプローチ。なんか部長山田さん、今日朝なんか彼女と喧嘩してて、多分水ペガに憧れてんだなって思った。一応買って一口飲んで捨てたらいいのに。え、なんかそれも気使うじゃん。なんかそれもなんか気使うじゃん。お花見配信は明日しようかなって思う。でもわかんない、もしかしたら配信外で行くかもしれないからね。山田じゃ水ペが無理すぎるだろう。でもなんかさ、なんつうの、今なんかカップルがやっぱ人気だよね。なんかずっと、エミ太郎ちゃんとルイージさんとかさ、あとその前はほら、龍也と凛ちゃんとかね、需要があるよね、やっぱカップルって。あ、明日ね、甥っ子来るからね、あのリアトツはちょっと、そう、甥っ子とだから、そう凛ちゃんと龍也くんも、まゆちゃんもカップル配信してほしいな。誰としてほしいじゃん。誰としてほしい、ちょっとコメントに書いてみて。うん、そう、今回は甥っ子が来ます。
バファリン、火薬、杖、夏木、太郎、無名の人、ゼロワン、太郎、太郎が今2、あ、太郎が3、太郎さんが3、あ、太郎が4で狛江配信者ってどうなのか分からないから、太郎くんって人気なの今、あ、旬だからってことね。へー、太郎くん、太郎くんはあのすごいイケメンだよね、イケメンだよね太郎くん、すごい綺麗な顔してるよね。あ、イケメン、そうだ、お、子供もいるじゃん、うん、しかも確か太郎くんと前は同い年だよ、同い年、うん、太郎くんってどんな人なんだ。でもなんかこうなんだろう、なんか誰とでもみんな友達みたいな感じだよね。で、私ちょっと陰キャだからなんかこう陽キャ感、なんかこう TikTok 感というかある人だよね。前科がある、太郎ちゃん本気にさせてほしいな。なんかさ、太郎くんって目の奥死んでない？なんかパリピだし陽キャなんだけど、なんか目笑ってなくない？なんか、なんか闇深いよね、あの目の奥が。この、なんかマナコ、マナコ、死んだ目の魚というか、闇落ち感。なんでだろうね、陽キャでパリピなのに闇落ち。そうなんだ、不思議だよね。太郎はシークレットシューズ履いてる、それはどこ情報なの。坂上忍と同じ目してる、わかるかもしんないわかる、はああんまりかかってくない、駒井くんにしよう。いや、駒井くんもちょっと怖いかな。なんか駒井くんもさ、ほらアイドル感があるじゃん。なんかこうツイキャスの人たちってちょっと怖いくない？だバファリンさんとかさ、駒井くんとかさ、そのツイキャスのリスナーさんで若い女の子が多いイメージで、なんかこうすごい攻撃されそうじゃん、攻撃されそうで、私ちょっとふざけちゃうし、あの、うん、こ怖いな、私ちょっとね臆病だから、うん、多数写真がそうなんだあ、でももし163だったら前と同じ身長だよ、うん、で駒井くんとはなんか、そ、なんかこうめっちゃ友達になりそう、友達、いや、まずはバファリンさんの目の方が輝きがある。なんかキラッキラッてしてる、なんかキラッてしてる、うん、太郎に、あ、そっか、太郎さんもだから女の子が多いから、なんかそんな偽マジックとかしたらもう徹底的になんか女に、だからあれはよっさんにしかできないよね。だからあえてその人気どころ行くんじゃなくて無名どころとか行った方がいいんだと思う。その方が、例えば龍也とかすごい良かったんだよ、前とカップルやったらめっちゃ湧いたと思うよ。あの、私がちょっと言っても叩かれない人でもあるじゃん、アンチが多いし。
だ無名どころっていうのは湧きそうだとは思うけどね、うん、太郎さんとコラボしてお酒飲んだら喧嘩になる、ちょっと危ないねそれね、危ないねそれ、私もやばいじゃん、でもなんか相手がやばいと逆にあのシラフになっちゃうパターンもある。なんかめっちゃ酔っ払ってる人と同じぐらい酔えなくない？なんかシラフに帰っちゃうんだよね。え、前自分に自信なんてないよ。そうじゃなくて、あの有名な人と付き合ってって言われるけど、マユはあのディスっちゃったりしちゃうから無名の人の方がいいんだよってこと。太郎はパイプカットしてるから NN して安心なところがいいえ、どんだけみんな NN 好きなの？どんだけ NN 好きなの？ NN 好きすぎじゃない？でもなんかその、カップルも、カップル配信か、どうなんだろう。まゆがそういう男芸とかしたらさ、嫌だって人いる？今嫌だなって人いる？男の人で。いないかな。つい最近までいたんだけど、もういないのかな。さんのね、コラボとかもね、すごい心配されてたんだけどね、よっさんだから嫌だったのかな、よっさんが特別嫌だったのかな。でもどうなんだろう、なんか昨日よっさんの枠でコメントしたらさ、なんか眉くんなよみたいなコメントが多くて、やっぱ嫌われてんじゃん。やっぱ眉嫌われてる。よっさんのリスナーさんに嫌われるってマジやばいと思う。本当にやばいと思う。俺昨日眉くるなこめしてた。なんでお前ここにいんだよ。じゃあお前くんだよ。じゃあお女から嫌われるタイプ、え、女から好かれるタイプだと思ってたのに。女から好かれるって思ってた。じゃあ私誰に好かれんの一体全体。何？犬って何？服？ああ、そういうことね。犬2匹飼ってて悪い人なんていないよ。犬がこんな幸せそうでさ、悪い人なんていないと思うけど。
前もメガホン配信やれよ。そんな時が来るかな。まゆがさ、メガホン貯めてっていう時が来るのかな。